シルジュさん、後半です。男子チームですよ。さあ、けんちゃん。はい、皆さんこんにちは、はい、雨にも負けず、風にも負けず、天ぷらを食してまいりました。元気だな。はい、糖質制限、完全に無視を。今アキコさんに、アキコさんが今言ったばっかりだね。おかしい。糖質制限どこ行ったんだってね。いや大丈夫です、ちゃんとやってますから。森山さんもそこで会っちゃってランチ一緒にすることになってちゃんとしっかりアップされてるんで。なるほど。はい、まあ天ぷらなんですが、うん、今回ご紹介するのは、うん、立川市にあります、うん、うどん太一さんといううどんと定食のお店をご紹介いたします。うどんいいね。はい、うん、まあ、ちょうどまあ、まだ夏ですけど、はい、冷やしうどんだったり、でいろんな食べ方があると思うんですけど、うん、こちらのお店は自分が実は10年前から通ってまして、うん、はい、まあ、まだ大学生だったんですけど、うん、はい、自分の初の行きつけのお店、うん、初の行きつけのお店です。行きつけのお店行くって言って行くみたいな。ネギ多めでよかった。ちょっとママ、ネギ多めで。違うよ、もういつものねって言うんだよね。じゃあね、あちらさんからだからうどん、それバーだからね、それね。さあさあ、ちゃんと情報聞かないと。つゆがこう、タップタップ好きなのみんな、向こうから追い出したらどうですか。すごいキャッチみたいな、甲子園ね、甲子園やってるから終わらないからなんですけど、まあ、ここね、実は、うん、ナオコママ、さっきちょっと今シーズン、はいはいはい、ナオコママ、ナオコママと自分が同じ常連さんだった。ナオコママも行きつけだったのね。で、で、まあ、オリナさん飛んできてきたりしてないんだけど、ないんですけど、そうなんです、ゆかりのね、レインボー、そう、レインボー FM のゆかりの、そうなの、ゆかりのね、場所なんです、びっくり、実は、はい、まあ、ここね、本当に、なんていうのかな、あの古き良き日本の、うん、この温かさが、はい、まあ、残っていまして、まあ、ちょうどあの病院の前にお店があるんですけど、本当にいろんな方が出社、ちょっとカードになってるんですけど、うん、まあ、看板が結構目立つようになって、うん、あの本当に温かい雰囲気で、まあ、ちょっと写真もまた例によって持ってきたんですけど、うん、はいはい、回していただいて、お店のこれね、仕込み中だったんで、うん、慌ただしい感じ。これ、お母さん本意じゃないんじゃないの？これね、割と本意じゃなかった。怒られちゃうよ。仕込み中の写真持ってくるってのもなかなか、普通営業中だよ。わかりやすい。ちょっと見て、この天ぷら。ほら、ね、そう、天ぷらも、麺も、ね、自家製麺で、全部一から仕込んでて。全部取らせてもらったの？そう、美味しそう。邪魔だから、すげえ邪魔ですよね、仕込み中で。なんですけど、本当にね、これあの関西風の出汁で、昆布出汁と美しい醤油ってなんだよね、薄口醤油の、うん、あのこう出汁で関西風にした仕上がり。関西のうどんはうまいからね。美味しいんですよね。面白い。けんちゃん、どこら辺にしたら面白いかも。けんちゃんが行く。けんちゃんが行く。まあ、もれなく仕込み中に行きますけどね。一番ね、そこが邪魔な時に来るレポーター。そうですね、まあ、本当に温かいお店で、うん、まあ、あの立川にね、もしお越しの際はね、あの皆さん、こうなんていうか、古き良き日本の温かさを、うん、こう今、何かが、スマートフォンだったり、パソコンだったりね、いろんなデジタルに埋もれてる世の中ですけど、うん、すごいアナログの良さをね、こう、うん、体感できるお店ですので。おぜひともね、立川に遊びに来ていただいたら寄っていただきたいなと、うん、駅から近い駅はですね、立川駅より西国立駅という駅、あの南部線で1個目なんですけど、そちらの方が近いですね。うん、でまたあの情報載せますので、ね、ぜひ、はい、ね、ほんとお値段もね、お手頃だし ね、 ね、そうです、ぜひ行きましょう、クリスタル自分の時間から仕込みの時間からね、私の第二の母なんで。あ、そうなのね、はい、はいはいはい、げんちゃんの友達だけど、いつものやつみたいな感じで大丈夫だと思います。自分はあの年に一度しか出ない牛すじカレーっていう、ね、メニューがおすすめなんで、はい、じゃあその日に行こう、その日にっていうか電話来るそうなんで、自分には出すよって2年くらい来てないんですけど全然作んないんで七夕カレーって楽しみ、楽しみ、そうですね、ちかいいね、うん、面白い街です、うん、はい、ぜひ行きましょう。ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、お腹空いてきた。あ、お腹空いてきた。食べたい。美味しそうだったな。うん。